キングズベイ海軍潜水艦基地は、アメリカ海軍の潜水艦基地、ジョージア州南東端で、フロリダ州と境を接するカムデン群にある。この付近は、海岸線に沿っていくつもの島が連なり、東に開いた川口と南北の何本もの、水道によって、大西洋に通じており、キングズベイ基地も、そうした島の一つ、カンバーランド島の影、カムデン群のセントメアリーズ市に隣接し、 セントメアリーズ川とクルックト川に南北を挟まれた、岬の東端の大部分を占めている。フロリダ州ジャクソンビルからは38マイルの位置にある。トライデント核ミサイルで武装した弾道ミサイル原子力潜水艦の大西洋における母港である。この潜水艦基地は6470万ヘクタールの面積があり、基地の周辺には自然が豊かに残されている。 基地内の総面積の4分の1は、湿地保護地域、対岸のカンバーランド島は、国立保護海岸となっており、蝶類229種、哺乳類68種、毒蛇5種を含む、爬虫類67種、両生類37種がこれらの自然保護区には、生息しており、そのうち20種は絶滅危惧種を含んでいる。考古学調査により、 基地のある地域には先コロンブス期に数千年遡る時代からアメリカ先住民が住んでいたことが明らかになっている。19世紀初め、今日の潜水艦基地の大部分にあたる土地は、チェリーポイント、ハーモニーホール、ニューカナン、マリアンナ、キングズベイといったいくつかのプランテーションがあった。1790年代の初め、トーマス・キングは湾沿いにプランテーションを建設した。 ジョン・ヒューストン・マッキントッシュは、入荷難として知られるかなり大きなプランテーションを建設し、綿花と砂糖キビを栽培した。プランテーションシステムは、南北戦争後に衰退し、土地は小規模な私有農地に分割された。潜水艦基地の建設にあたって、総応の使用量を受け取った住民はいなかった。ある地主は62エーカーの土地に対して、わずか4000ドルを受け取っただけだった。 住民らは、小規模なトウモロコシや砂糖、野菜類の収穫を、エビや魚介類の漁獲で補って生活していた。アメリカ陸軍は、1954年、国家の非常事態に弾薬を船積みするための軍需用、海運ターミナルを建設するため、キングズベイの7000ーカーの土地の取得を始めた。工事は1955年に始まり、1958年に、竣工した。 200フィート幅の運河がカンバーランド水道に春節され、2カ所の船回し場も設けられた。ターミナルの最も顕著な特徴は2000フィート長、87フィート幅の不団であった。3つの平行な線路があり、鉄道車両やトラックから複数の弾薬船を同時に積み込むことができました。基地の別の場所では、陸軍は47マイルの線路を敷設した。 本線からの貨車は土のバリケードで保護された一時的な保管場所に行き当たった。これらの土類は基地の多くの地域で依然として目立つ特徴であり、爆発事故の場合の被害を極限するために設計された。この施設の差し迫った運用の必要がないことはすぐに明らかになり、非活性準備状態に置かれるようになった。そして1959年には、 ブルースター海運が不当を使用するリース契約に署名した。元来の目的のための陸軍のポストは活性化されることはなかったが、二度にわたって他の任務のために使用された。1964年、ハリケーンドーラの襲来時、地域の住人約100人を基地に避難させた。また、キューバミサイル危機器の間、1100人の人員と70隻の 小集帝からなる陸軍の輸送大隊が配置された。キングズベイ海軍潜水艦基地2001年4月基地に展示されている歴代の潜水艦発射弾道ミサイルキングズベイにおけるハイテンポな潜水艦作戦と統治における数千英艦の土地を作り変える複雑な建設プロジェクトに至る一連の出来事は1975年に始まった。当時、 アメリカとスペインとの条約交渉が進行中だった。アメリカ海軍基地設置に関するスペインとの協定に提案された変更点には弾道ミサイル潜水艦部隊第16潜水戦隊の作戦基地であるジブラルタルの北西にあり、大西洋への容易なアクセスをもたらすロタ海軍基地からの撤退が含まれていた。ロタからの撤退が決定した時に備えて、 海軍作戦部長は東海岸に新しい基地を選択するための調査を命じた。1976年1月、交渉官はスペインと米国の間で条約草案を作成した。そこでは1979年7月までにロタから潜水艦船隊が撤退することが要求されていた。米国上院は1976年6月に条約を批准した。 慎重な検討の後、ジミー・カーターが大統領に選出されて間もない1976年11月にキングズベイが選定された。その後間もなく最初の海軍の要員がキングズベイに着任し、陸軍から海軍への資産の秩序ある移転のための準備を開始した。キングズベイ海軍潜水艦支援基地は1978年7月1日、 開発状態で設立された。この基地は以前の陸軍の用地だけでなく、追加で数千エーカーの用地をも占めている。潜水艦船体の到着に備えての準備は、1978年の残りから1979年にかけて急速に進められた。第16潜水船隊司令官は、潜水母艦、サイモン・レイクが1979年7月2日に、 キングズベイに入港した時に着任した。4日後、ジェームズ・モンローがキングズベイに入港し、サイモン・レイクの原則に停泊して、次の戦略抑止紹介に備えて、定期修理を開始した。キングズベイはそれ以来、潜水艦基地として活動してきた。1979年5月、海軍はキングズベイを新しいオハイオ級弾道ミサイル原子力潜水艦の 東海岸における優先的な基地として選定した。1980年10月23日、1年間にわたる環境影響評価の完了及び議会の承認後、海軍長官はキングズベイが新しいトライデント搭載潜水艦の大西洋岸における将来の母校となることを宣言した。キングズベイをトライデント搭載潜水艦の基地とする決定により、 平時における米海軍で最大級の建設プロジェクトが開始された。プログラムには9年の歳月と13億ドルの予算を要した。建設プロジェクトには次の3つの主要コマンドが含まれているトライデント訓練施設、トライデント補修施設、大西洋戦略兵器施設。1989年1月15日、テネシーがキングズベイに入港した。 同年にペンシルベニアが続いた。1990年10月にはウェストバージニアがキングズベイで収益し、これにケンタッキーが1991年7月に続いた。以後、1992年6月にメリーランド、1993年7月にネブラスカ、1994年7月にロードアイランド、1995年8月にメイン、 1996年7月にワイオミングが引き続いて収益した。1997年9月のルイジアナの収益により10隻のトライデント潜水艦がキングズベイに配備された。これら10隻はいずれもオハイオ級の後期建立造艦でトライデント D5 ミサイルの搭載艦である。これに対しトライデント C4 ミサイルを搭載した前期建立造艦8隻はすべて太平洋岸に 配備されている。基地のメインゲートに展示されている、ジョージ・バンクロフトのセール。2000年4月7日、潜水艦部隊の100周年のキングズ・ベイでの記念の一部として、建納されたキングズ・ベイのすべての司令部による莫大な建設と、組織化の努力は、トライデント2ミサイルを搭載したテネシーが、最初の戦略抑止紹介を行った1990年3月、下旬に、 最初の目標に到達した。冷戦後冷戦の終結と1990年代における海空軍の戦略兵器戦力の再編成はキングズベイに顕著な影響を及ぼした。ハイレベルの核兵器製作再検討により海軍はトライデント潜水艦を2005年までに18隻から14隻に減らすよう求められた。この決定により四隻の最も古いオハイオ級。 大量の在来型弾頭とマホーク巡航ミサイルで武装した巡航ミサイル潜水艦に転換するために一時的退役が決定された。これらの巡航ミサイル潜水艦はシールズや海兵隊にも対応している。さらに数隻のトライデント潜水艦が大西洋艦隊から太平洋艦隊に移籍された。トライデント潜水艦部隊の東西両岸での近郊のために ペンシルベニアは2003年8月4日、ケンタッキーは2003年8月24日に、それぞれバンゴール海軍潜水艦基地に向かった。さらに、ルイジアナとメインは2005年に、太平洋艦隊に移管された。フロリダとジョージアは、それぞれ2006年、2008年に、巡航ミサイル潜水艦への転換工事を終え、キングズベイを引き続き母港としている。 第10潜水艦軍は1989年1月1日に収益し、キングズベイにおける潜任指揮官である。第10潜水艦軍は、大西洋潜水艦大司令官の指揮に服し、キングズベイを基地とする、オハイオ級に対する作戦統制及び行政管理を含め、配下に割り当てられたコマンドと部隊を指揮する。キングズベイ潜水艦基地に拠点を置く。 オハイオ級原子力潜水艦の運用及び行政管理を含む割り当てられた様々なコマンド及び部隊に対して指揮権を行使する。これらの責務には特にトライデントシステムの訓練支援のための施設軍の適切な統合と調整を含んでいる。二千九年の時点で第十六潜水船隊は東海岸に本拠を置くオハイオ級 SSGN 潜水艦に 行政支援を提供している。船体は、トライデント補修施設とのすべての巡航ミサイル、潜水艦メンテナンスの計画と実行を調整し、すべての重要な準備と、財政的責任に責任を有する。SSGN 部隊は、このメンテナンスに大きく依存している。さらに、第16潜水船体は、大規模なオーバーホール期間中及びその後の、SSBN のサポートを提供する。 キングズベイに配備されている10隻のオハイオ級うち第16戦隊は、看板号が奇数の5隻を管理し、偶数の5隻は第20潜水戦隊が管理している。第20潜水戦隊は、東海岸に本拠を置くオハイオ級 SSBN と、それらの SSBN が実施する戦略的抑止任務を担当することを除いて、 第16潜水船体と同じ種類の支援サービスを提供する。潜水艦センターは潜水艦船体に集中管理及びサポートサービスを提供し、割り当てられた潜水艦及び訪問潜水艦の資材、人員、訓練及び兵隊の責任を支援します。大西洋戦略兵器施設の畑掲揚台、大西洋戦略兵器施設は 弾道ミサイル部隊に対する戦略ミサイル及び兵器システムへの支援を提供する。スウェフラントはトライレントに D-5 ミサイルの組み立て、ミサイル誘導及び発射サブシステムのコンポーネントの処理に責任を負っている。この施設は1994年に完成し、全部で24棟の建物からなり、その中には2棟のミサイル組み立てビルディング、2棟の 垂直ミサイルパッケージングビルディングがあり、潜水艦への搭載前の最終組み立て工程が実施される。ミサイルの最終的な搭載は爆発物、取扱い不当で行われ、二つある不当のうち一号、不当は高さ44メートルあり、地元のカムデン群で最も高い建物である。スウェフラントには、その他、ロケットモーターを保管する、タマコ66カ所と、 トライデント用の核弾頭を保管する、並走弾庫4箇所がある。スウェフラントに保管されている、トライデントミサイルは言うまでもなく、米海軍のオハエオ級が搭載するためのものだが、それが全てではなく、イギリス海軍のヴァンガード級原子力潜水艦に搭載されるトライデントも含んでいる。1962年のポラリス売却協定以来、イギリス製の潜水艦に、 イギリス製の核弾頭を搭載したアメリカ製の SLBM を搭載することにより戦略核抑止体制を構成してきた英国は1982年に同協定を改定し陳腐化したポラリスに代わってトライデント 2D-5 を導入した。イギリスはキングズベイ基地で保管、整備される英米共有でプールされたミサイルのうち58発分に対し所有権を持っている。 バンガード急減戦は、キングズベイで核弾頭が装着されていないミサイルを受領、搭載した後、英海軍、クライド海軍基地の一部をなす、クールポートオリツ海軍南薬庫にて、ミサイルに英国製核弾頭の取り付けを受けて任務に当たる海兵隊保安部隊大隊は、大西洋戦略兵器施設に対する直接支援で保安活動を行っている。大隊は、 専人の海兵大使館によって指揮され、海軍作戦部長によって承認された保安活動を提供する。2008年6月28日時点の海兵隊、総司令官の指示により、海兵保安部隊は中隊編成から大隊編成に再編成された。同様の姉妹大隊が西海岸のバンゴール基地に配置されている。海兵保安部隊に加えて大隊は、 海軍の法執行、保安部隊と共同している。新たに収益した沿岸警備隊警備艇 c ドックの全甲板に展示された山頂の機関銃沿岸警備隊による洋上戦力防護部隊として最初に設立された部隊の一つはキングズベイであった。洋上戦力防護部隊は母港に出入港する潜水艦に同伴警護を提供する。 部隊は数隻の小集艇とマリンプロテクター型沿岸警備艇2隻を保有する。これら集艇は沿岸警備隊の乗員が運用するが海軍の指揮を受け海軍の予算から給与支払いを受ける。ザ・トライデント再整備施設のドライドック入りするテネシー2021年トライデント再整備施設はキングズベイに所在する部隊として最大であり、 H1985 年まで洋上にあるアメリカの弾道ミサイル潜水艦の相当な部分を維持してきた。TRF は段階的なオーバーホール、近代化及びトライデント潜水艦の補修に対し産業レベルの品質及び平坦支援を提供する。TRF はまたグローバルに潜水艦への補給品と予備部品の支援を提供する。さらに TRF は 他の潜水艦、地域の保守顧客、及び要求に応じて、他の活動に保守及びサポートサービスを提供している。TRF は、世界最大級の被覆ドライドックを保有する。このドックは700フィートの長さと100フィートの幅、67フィートの深さがある。最新の磁気静粛化施設は、高性の船体の水上艦艇に対してと同じく、アメリカ海軍及び、 イギリス海軍の潜水艦の高級的な時期の測定と除去を含めた障子サービスを提供する。MSF はこの種の施設としては東海岸で唯一のものであり、将来の時期システム開発の研究にも用いられている。国防武器支援施設はトライデント潜水艦が時間防衛のために搭載する魚雷の貯蔵と保守を行っている。セーラーズユーズ A シミュレーター法リフレッシャー、トレーニングアットキングスベー、S トライデントトレーニングファシリティトライデント訓練、施設は、その教室と、事務区画で52万平方フィートを占めており、トライデント潜水艦とそのシステムを運用保守するのに必要な技能を水平に訓練している。TTF の根本的な役割は、トライデント潜水艦支援であり、装備訓練装置を使って、 潜水艦状の実際の装備を可能な限りリアルにシミュレートすることである。訓練装置にはダメージコントロール、消火、送管、後方及びほとんどの兵器と技術的サブシステムが含まれている。TTF のミッションは特定の技能に関する知識と習熟度の向上と維持のため専門化された訓練を提供することを目的として 潜水艦乗員と支援要員に基本的、高度、機能的なサイレン制及びチーム訓練を提供することである。イギリスのバンガード級原子力潜水艦はトライデント売却協定を通じてトライデントミサイルを使用しており、その水兵たちは時にキングズベイを訪れている。さらに、コロンビア海軍は自国にハイテク訓練装置が欠けているため、 TTF で訓練を行っているトマホークミサイルを発射するオハイオ級巡航ミサイル潜水艦のコンセプトがありがとうございます。